中村岳は、京都府京都市右京区出身の元プロ野球選手、コーチ。2019年からは、中日ドラゴンズ一軍バッテリーコーチ。愛称は、岳。花園高校での3年間は、新聞配達をしながら過ごし、その時の給料から、バットやミットを購入した。1984年の法王、大気全国高等学校野球大会において、 在日韓国人チームの聖保守として出場、準優勝を果たした。1984年のドラフトで中日ドラゴンズから武田光くんの外れ1位として入団。聖保守、中尾孝義の方に不安があったことで、遠藤120メートルとも言われた強剣を買われての使命であった。すでにミットはボロボロで、見かねたコーチが新品を2つも買ってくれたという。 1986年オフにフロントの整理対象選手に挙げられていた。1987年に初出場を果たした。星野千一監督は猛練習を課し、時には殴りまくって、コーチがこれ以上やったら死にます。と止めに入ったこともあったという。これが後に何かあったら、俺が星野監督に殴られてやるから大丈夫。という投手への殺し文句となり、 決して言い訳せず、常に責任を被る男気で、投手陣から信頼され、その強権は、遊撃手の宇野勝があんな早急、見たことない。手が腫れると言ったほどであった。1988年に、聖保守として、前年に通る磯三立、396でリーグトップの中尾怪我が多すぎることを理由に、外野手にコンバートしたため、大宮達夫。 大石智義らのサポートを受けながらではあったが、6月頃からは、レギュラーに定着。広島の機動力を封じるなどして、リーグトップとなる盗塁ソシリーズ、448を記録し、6年ぶりのリーグ優勝に貢献。日本一はならなかったが、優勝旅行では星野から、一緒に写真を撮ろうと言われた。すると、星野はカメラマンに、こいつのおかげで優勝できたんやと言った。 同年から10年以上も正保守となった。1997年は打撃、守備ともに不振で矢野照弘にスタメンを譲る機会が増えた。同オフに阪神タイガースがトレードによる獲得を打診したが、結果矢野が移籍することになった。1999年には11年ぶりのリーグ優勝に貢献。2001年オフに 山田久志が新監督に就任した中日は、ドラフト1.2位に保守を指名。さらに横浜ベイスターズの正保守、谷重元信を FA で獲得したことから、中村は、出場機会を求めて、トレードを志願し、金銭トレードで横浜ベイスターズに移籍。2002年は、開幕から相川良治との併用を前提とし、中村本人の肩の調子が思わしくなかったために、球団は、 急遽、高山秀和を獲得したが、相川が怪我で、長期離脱している間に、当時2年目の吉見雄二とのバッテリーで、石川正則と吉見との新人王争いをサポート。新人王こそ逃したものの、吉見はこの年11勝をマークした。同年は、チーム防御率4.09に低迷し、チームも開幕から低迷し8年ぶりの再会に終わった。 2003年は西武ライオンズから中島佐氏が加入。同年は開幕スタメンこそは逃したものの、5月23日の巨人戦では、ゲイリー・ラス、川本育史、岡島秀樹から1試合3本塁打を放つなど、打率、268.11本塁打という成績を収めた。しかしチーム防御率は4.80と最下位になり、守備の衰えは隠しきれなくなった。 2004年はシーズン前に愛車のベンツを盗まれる被害に遭い、車は戻ったものの野球道具一式は戻らなかった。シーズン前期は相川を中心に併用されていたが、相川がアテネ五輪日本代表として戦線離脱した際は正捕手となる。しかしチームは失速、さらに自身が故障した間に鶴岡一世が台頭したことにより、 最終的に47試合の出場に止まった。11月25日に無償トレードで新規参入の東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。2005年は藤谷明人に次ぐ2番手星として64試合に出場し、7月31日の西部戦には有目兼久とのバッテリーで楽天球団創立初の完封、関東勝利を果たした。シーズン終了後に、 戦力外通告を受け、その後現役引退を表明した。通算2000試合出場まで、あと45試合を残しての引退であったが、21年間の現役は同期入団の中では最長であった。2006年、横浜2軍、湘南シーレックスバッテリーコーチに就任。2008年には一軍バッテリーコーチに昇格し、性保守である相川の怪我の影響もあり、 シーレックス時代の教え子である若手の斉藤俊を、竹山慎吾に一軍の経験を積ませ指導したが、成績低迷により退団。2009年には古巣、中日の二軍星コーチに就任し、谷重とはコーチと選手との立場の違いがあるが、トレード劇から8年越しで同じチームに所属になった。2010年からは一軍バッテリーコーチとなり、二年連続リーグ優勝に貢献する。 2012年退団。2013年には、千葉ロッテマリーンズ一軍バッテリーコーチに就任し、江村直也、田村隆弘氏、吉田優太ら若手保守の育成に尽力した。2014年10月5日に、球団から来期の契約を結ばないことが発表され、同年11月には、韓国プロ野球、キアタイガース一軍バッテリーコーチに就任。 2017年に8年ぶりのレギュラーシーズン優勝と韓国シリーズ制覇に貢献。2018年より2軍バッテリーコーチに配置転換され同年退任。2019年から古巣0日に1軍バッテリーコーチとして復帰することが発表された。2020年には木下拓也を正捕手にして8年ぶりの A クラスに貢献。捕手として 規定出場し、盗塁素子率5割以上を記録した。保守は、中村と、大谷昭彦、田淵光一、有田修造、福島千春、福島久明、梨田正隆、古田厚也、谷重元信、城島健治の10人しかいない。そのうち2度以上記録したのは、中村、大谷、田淵、古田と4人だけである。98年の守備率。 999と3年の守備率。998は、中日、横浜の両球団の球団記録であったが、中日は2009年に、谷重が、横浜は2011年に、西山田氏が1.000で更新した。打撃は、打率3割はないが、1991年には20、本類だなど、通算で137本類だ。 1988年と1999年の日本シリーズで通算26打数7安打1本塁打。ありがとうございます。